クアワゼリーを作ってみたいと思います。で、まずはここを取って一番下の線まで水を入れます。で、1って書いた粉を入れます。粉がなくなるまで混ぜます。次はこの星のトレーにの一番下の線までお水を入れます。で、2って書いてある粉を端のトレーに入れて、スプーンで混ぜます。で、次に1の入れたやつを2に入れます。あれ？で、色が変わったら3を音符のマークのところに下から2番目のお水を入れます。で、混ぜます。こんぐらいになったら、これをここに入れます。で、30秒混ぜます。
で、30秒間待ちます。これで出来上がりです。いただきます。うん、美味しいです。また見てねー。